皆さんこんにちは、ウィシンデザインホームセンターの森田です。今回はですね、ちょっとハンバーガーを紹介しようと思ってます。雑貨にハンバーガーって関係ないと思うでしょ。でもあるんですね。こちら、コバエ誘引バーガー、もうまさにね、もう今の時期にぴったりの商品ですね。結構コバエとかね、もう結構寄ってくるでしょ。もうめっちゃくちゃ鬱陶しいですよね。で、このバーガーね、どういうものかというと、実はこれパッケージ開けるとこういう風にコバエをですね、この中にコバエを誘い込んでコバエを退治する、そういったバーガーになってます。で、まずちょっとなこれね、取り出してみます。でこういう感じですね。で一般的なね、よく売られているね、コバエ退治器っていうのは、お部屋のインテリアとかにもちょっとねふさわしくないですよね。でもこういうバーガータイプ、こういう風なものだと一体何が何だか分かんないですね、部屋に置いといても。でそれでもまあまあインテリアとしてもまあおかしくないですし、でなおかつ置いてるだけでもしっかりコバエを、捕獲してくれるという優れものです。じゃあちょっとこれのね仕組みを見てもらおうかなと思います。これちょっと蓋を開けますと、はい、こういうふうに銀色のこれありますよね。これがですね、コバエを誘い出す罠なんですね。コバエが大好きな、はい、ちょっと中取り出しました。コバエが大好きなですね、こういった匂いを発する、でもコバエがね、これをちょろっとでも食べる、舐めたり食べたりするともうコロッといってしまうと。で昨日の晩ね、実はちょっと実際どうなのかなと思って聞き耳を見ようと思ってちょっとセッティングしたんですよ。ちょっと分かりますかね、小さいのがもうすでに何匹かいてますよね。もう早速効果はもうてきめんです。はい、でセッティングの方法すごく簡単で、要はさ、これ取り出しましたよね。まあこれ全部は、こうピラッと取ります。今取りましょうか。取ってみます。はい、このように取りました。でこれをまたさっきと同じように元へ戻すだけです。元へ戻して、でこれを蓋をして、これでもう準備完了ですね。じゃあこれ一体何なの、どうするのかと言いますと、もう何でしたらもうこのままね入れて、でもこういうふうに、まあ、こういうふうな感じでインテリアにしていただいてもいいですし、もう何ならこれをですね台にしてですね、この上に乗せちゃってもいいんじゃないでしょうか。ね、ちょっと美味しそうでしょう。そうでもないですね。はい、こういあこれね、ちなみに新商品なんでまだそんなに見かけることはないと思いますけれども、まあもうこれ本当にね、インテリアとメーカーさん曰くね、インテリアとしてすごいおすすめですって以来言ってましたんで、ぜひ皆さんもね、このインテリア感覚でもう鬱陶しい小映えをねこれで排除してもらったらいいかなと思います。はい、今回はコバエ誘引バーガーを紹介しました。今回もありがとうございます。